堀部岳爪、堀部岳爪、堀部岳爪、漢文十0年、1670年元十六年二月四日、1703年3月20日は、江戸時代前期の武士、赤楼四十七市の一人、47市随一の剣閣であり、高田の馬場の血統で名を馳せた。平手打ち入りでは、江戸旧新派と呼ばれる勢力のリーダー格となった。通称の安兵衛、 安兵衛、安兵衛で知られる。漢文十年、1六百七十年、越後国柴田藩溝の口家家臣の中山や尋問、二百国の長男として、柴田城下戸川中山邸にて誕生した。母は同子、同藩氏溝の口森政の六女。姉が三人おり、長女、千代は、溶接、次女、金は、神原軍。 牛崎村の豪農の長いやご在門に嫁ぎ、三女は溝口家家臣、町家臣ご在門に嫁いだ。母は竹爪を出産した直後の同年五月に死去したため、しばらくは母方の祖母のところへ送られて、祖母を母代わりにして三歳まで育てられたが、祖母が死去すると再び父のところへ戻り、以降は男で一つで育てられる。しかし、 竹爪が13歳の時の天署三年、1683年、父は溝口家を追われて、浪人となる、浪人については、諸説あるが、矢倉出家の攻めを追って、藩を追われたという、予府にある説が有力とされる。浪人後、ほどなくして、父が死去。孤児となった竹爪は、はじめ母方の祖父、森政に引き取られたが、森政も、その後2年ほどで死去したため、 姉、金の突ぎ先である長池に引き取られた。元禄元年、1688年、19歳になった竹常は、長池の親戚、佐藤慎吾右衛門を頼って、江戸へ出て、小石川牛天神下にある、堀内正春の道場に入門した。天聖の剣術の際で頭角を表し、すぐさま免許改伝となって堀内道場の四、天皇と呼ばれるようになり、 大名屋敷の出張稽古の依頼もたくさん来るようになった。そのため収入も安定するようになり、元禄三年、1690年には、牛込天竜寺、竹町、玄、新宿区南土町に一個建ての自宅を持った。そのような中、元禄七年2月11日、1694年3月6日、道門の間の六郎左衛門、伊予国最上藩松平家家臣 竹ケと親しく、おようの義理を結んでいたが、高田の馬場で果たし合いをすることになり、竹ケは助立を買って出て、相手方三人を切り倒した、高田の馬場の決闘。この決闘での竹ケの活躍が、十八人義理として、江戸で評判になり、これを知った、阿古アサ家ケ家・カシン、ホリが竹ケとの養子縁組を望んだ。はじめタケは、 中山家を潰すわけにはいかないと断っていたが、金丸の思い入れは強く、ついには、主君の朝の長野に、折部の加盟はなくなるが、それでも、中山安兵衛を、向こう用紙に迎えたい、胸を、ことした。長野も噂の見学、中山安兵衛に少なからず興味があったようで、うるう5月26日、1694年7月18日、中山生のままで、 養子縁組してもよいという異例の許可を出した。これを聞いて、さすがの竹常もついに俺、中山生のままという条件で、堀部家の婿養子に入ることを決める。七月七日、八月二十七日、金丸の娘、堀と結婚して、金丸の婿養子、また、朝野家家臣に列した。元六十年、百九十七年に、金丸が隠居し、竹爪が家督相続。 この時、竹常は、先の約束に基づいて、中山聖のままでもいいはずであったが、堀部聖に変えている。なお、不代の進化である堀部家の養子である竹常は、家中では新山、戸様の家臣に分類されており、異例の養子入りであるから竹常は、金丸の堀部家とは事実上別家扱いだったのと、考えられる。後半での竹爪は、二百国の六を受け、五使い番。 馬回り役となった。元六十一年、1698年末には、尾張藩主、徳川光友正室、千代姫、江戸幕府三大将軍、徳川家光長女が死去し、諸藩大名が長門の使者を、尾張藩へ送ったが、長野寺からの長門の使者には竹常が選ばれ、尾張名古屋城へ赴いた。ところが、元六十四年3月14日、 1701年4月21日、四君、長野が、江戸城小塩王廊下で、後家、吉良義中に人情に及び、長野は即日切腹、阿公浅野家は改役と決まった。竹常は、江戸詰めの藩士、奥田重盛、武具奉行、馬回り150国、高田軍兵衛、馬回り200国と共に、阿公へ赴き、国元の筆頭家老、大石義夫と面会。老城さもなくば、 吉中への仇討ちを主張したが、長ノからは、浅野長広による浅野家再興を優先することを、悟されて、阿江城明け渡しを見届けた後、竹常らは、江戸に戻ることとなった。竹常はそれ以降も、強硬に吉中への仇討ちを主張。江戸急進派のリーダー格となり、京都山品に陰性した吉シに対して、江戸下校する要所状を送り続けた。8月19日、 九月二十一日付の書状では、某君が命をかけた相手を見逃しては、武士道は立たない。たとえ大学様に百万国が下されてもにー君が、あのようなことになっていては、朝の大学も人前に出れないだろうとまで主張。吉尾は、竹津根ら江戸急進派を沈むすべく、九月下旬に、原本時、三百0国足軽頭、牛尾田公共、二百0国江津奉行、中村正時、 百国優筆らを江戸へ派遣。続いて、新道春式、四百国足軽党と大高忠を二十国五人淵越もの法も江戸に派遣した。しかし彼らは全員竹常に論破されて急進派に加わったため、吉尾自らが江戸へ下り、竹常たちを説得しなければならなくなった。元禄十四年十一月十日、千七百一年十二月九日。 吉尾と武ケは、江戸見た、東京都港区見たの前川ただし大仏宅で会談に及んだ。吉尾は、一周期となる元禄十五年三月十四日、1702年四月十日の結婚タケに約束して、京都へと戻っていった。しかし帰郷した吉尾は、主君、長典の一周期が過ぎても結起は、愚か江戸下校さえしようとしなかった。再び、 吉尾と面会するために竹常は、元六十五年六月二十九日、千七百二年七月二十三日に、京都に入った。ことと次第によっては吉尾を切り捨てるつもりだったとも、言われており、実際、竹常は、大阪にもよって、元タを旗頭にあだちを結婚しようと図っている。そのような中、七月十八日、八月十一日、 朝江の朝野総計への長預けが決まり、朝野計最高が絶望的となると、吉尾も覚悟を決めた。京都演算に、竹常も招いて、会議を開き、明確にあだちを決定した。竹常は、この決定を、江戸の同志たちに伝えるべく、京都を出て、8月10日、9月1日に、江戸駅着し、12日、3日には、隅田川の船上に、同志たちを集めて会議し、 ケでの決定を伝えた。そして、元禄十五年十二月十四日、1 7百三年1月30日、吉尾、竹継ら赤狼四十七市は、本所松坂の吉中の屋敷へ打ち入った。竹継は裏門から突入し、大立ちを持って奮戦した。一時間余りの戦いの末に、赤狼市は吉中を打ち取り、その本会を遂げた。打ち入り後、 赤穂老士たちは四つの大名家の屋敷にお預けとなり、竹常は、吉尾の嫡男、大石義兼らと共に、伊予松山藩主、松平忠史家の江戸屋敷、大石地から吉兼ら重視切腹の地へ預けられた。元禄十六年二月四日、千七百三年三月二十日、幕府より、赤穂老士へ切腹が命じられ、屋敷にて、松平家家臣。 荒川重大部の解釈により切腹した。去年三十四君、長野と同じ江戸高名の仙学寺に葬られた。法名は白も輝き謙信寺。堀部家の名跡は親族の堀部こと間が継ぎ、堀部家は熊本藩士として存続する。堀部氏は滋賀県に栄えた、大見源氏である。大見源氏着流の佐々木家から、鎌倉時代初期に、 マブチ家が分かれた。マブチ家は、大見守護大を務めるなどした佐々木家一門中の有力豪族であったが、このマブチ家から、堀部家はさらに分かれた。潜伏中竹常もマブチを名乗ったとも言う。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。